6月5日月曜日の全国のお天気をお伝えします。西から前線が近づく影響で、九州から中国、四国にかけて雲が広がりやすい空となります。九州地方では夜遅く雨が降り出す予想です。お帰り遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。近畿から東北にかけては晴れて青空が広がります。場所によっては30度近くまで上がる予想です。暑さ対策、紫外線対策は欠かさずに行ってください。北海道は上空寒気の影響が残り、ところどころで雨雲が発生します。外出の際は折りたたみ傘など雨具があると安心です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。 Thank you.